3-1 という形です。まあ、ボランチのところ変わると山本なので、あと左の谷口、はい、まあ、右の高木、まあ、キャラクターはだいぶ違いますけど、谷口はやっぱシューター。 J1 リーグの第32節、川崎フロンターレとアルビレックス新潟の一戦がスタートしました。中で今長倉が下がってきました。それを狙っていて川原、マルシーニョ、足元コントロール、縦いく、小島の動きを見ながら縦に運びました。マルシーニョ、このパスがまた素晴らしかったですね。でこの可愛さタイムちょっと大きかったので、まあ、小島も行ったんだとは思いますけど、手は引っ込めてますけどね。まあ、縦に運んだことで小島はチャレンジはやめたようには見えましたけども、はい、今見てるんですね、きっと。動かなかったので、小島はね、脇ですね、飛んだ。運んでいきます。まだちょっとサポートが遅れている。ヘッソンキープ、山本を飛ばしてマルシーニョ、マルシーニョー、間で山本が受けます。もう一度山本勇気、脇坂、川原、ミドルレンジだ、揺れてきました。まあですね、今の手前でバンドしたのですごく難しい処理ですし、山本勇気、脇坂、もう1つ出てきました。いましたけども、ボールへのチャレンジっていうのはなかなかできずに、はい、少しずつ距離がある、そういうことですよね。先発は7月20日のレイソル戦以来ですから2ヶ月ぶりとなります。山本勇気、お前入れ替わる。小野裕二、左谷口、中で長く谷口打つ、まあ、フロンターレは中を締めながらサイドに出ればすぐにプレッシャーをかけに行きます。うまく守れてますよね、はい、そして行くシーンがそんなないので、まあ、後半はよりボールも早く動きながらそういうシーン作りたいサイドですね、はい、フロンターレボールで後半がスタートしました。センターで受ける、引きつける、両方サポートがある。山本から戻してエリソン打つ、強烈、スペースを見つけて出てくる。あとは高いのパス、はい、まあ、選択肢はたくさんありましたけども、すごい変えるっていう選択ですね。うわー、そう、エリソン前に山田、間で受けてフィニッシュ、プレスができないっていうふうにもね評されることがあるんですけど、まあ、今日はまあ勝ってるとかもあるかもしれませんけど、強烈ですよね。立ち上がりからそうでしたけど、このシュッ、ヘディングでいく山田、反応していることもすごいですよね。やっぱりどんなボールに対しても、ちゃんとポジションを取り直してますし、マリノスに7対3で勝ったチームで、やっぱり同じようにポゼッションするチームなのでね。大田だー、思いますけどね、はい、ここはうまく背後を取りました。鈴木浩志、浮かせました。大田の折り返し、そこに長谷川、シュート、今のも欲しいですね、はい、終了、5対1。